今回は4月8日にローソンで発売されたスヌーピーのムック本を紹介していきたいと思います。前回は極小財布がめちゃめちゃ人気だったんですけども、今回も似た感じでカードケースバージョンが登場したので紹介していきたいと思います。今回お色味は2色展開でキャメルとブラックでした。私はどちらも買ってみました。今回もね、可愛い袋に入っております。どちらのデザインもめちゃくちゃ可愛くて、私は選びきれませんでした。裏面にお値段が記載されております。1490円プラス税で、価格は1639円になっております。サイズ表記もここにあるので、詳しく知りたい方はチェックしてみてください。今回はカードケースということで、名刺入れとかのビジネスシーンでも使えるように、デザインもねちょっとスナさんイケイケな感じで、服装とかこだわってるなっていう感じがします。キャメルの方はこんな風にね、ジャケットと蝶ネクタイとメガネということでイケオジ感です。それからこっちのスヌさんは帽子に蝶ネクタイにカバンの中を覗いているのかな、なんか考えているポーズですね。色味もデザインもめちゃくちゃ可愛くてですね、私は選びきれず2つ購入したんですけど、皆さん後でこの動画が見終わった後に、こっちの方が良かったとか、こっちの方が好みっていうのよかったらコメント欄で教えてください。袋に入っている感じが前回と同じ感じで、ジッパーっぽい感じに入っているんですけど、上のところは切らないといけないです。それから一応ムック本ということなので、ミニブックがついております。これはね、こんな風に取り外しができます。ここもね、カードケース仕様っていう感じで、パッケージまでもがカードケースのような可愛いデザインになっていて、これはこれで別の用途で使えそうです。この上の部分をこんな風に切り外しましたら、ジッパーの部分を開けます。こんな感じで袋から取り出していきます。サイズ感的にも前回の極小財布と合わせて使いたいなと思いました。ではこちらのブックも取り外しまして、中を全部出したらこんな感じでございます。2色分ブックもちょっと表紙が変わっております。ではね、どちらも詳しく見ていきたいと思います。まずブックの方なんですけど、チラ見せさせていただきますと、こんな感じでね、このカードケースの良さがチラチラと書かれております。キャメルとね、ブラックでちょっとずつお写真が違ったりします。これから本当のカードケースで紹介していくので、内容は割愛させていただきます。ということで、出してみるとより可愛さが伝わりますでしょうか。このレザー調の感じが高見え感、おしゃれ感をググッと出してくれております。ではまずキャメルの方から見ていきましょう。ここのね、キメキメのスヌさんのイラストと文字がゴールドの白押しになっているところが、より高級感を増してくれています。周りは白いステッチで、開けてみるとじゃじゃーん、この中のデザインまでほんまに可愛いんです。これはですね、青と緑のチェック柄に白いスヌさんの影、それからここにもウッドストックちゃんの白押しがあります。これは中からカードを取り出す時もテンションが上がるやつですね。この裏地もグッドポイントでございます。おしゃれなチェック柄にね、スヌさんの影っていうのもまたいい感じですよね。あのパッケージに描かれていたウッドストックちゃんがゴールドの白押しになっております。こんな感じで閉めてる状態でもめちゃめちゃ可愛いんですけど、開けるとよりテンションが上がるデザインになっております。これはめちゃくちゃ可愛いですね。ではお次、ブラックの方も見ていきたいと思います。こちらもかっこかわいいスヌさんのゴールドの白押しになっております。ステッチも同じく白になっております。開けてみるとこちらはじゃじゃーん、赤と青のストライプ柄になっております。ネクタイの柄とかにありそう。このね、カラーの掛け合わせがおしゃれで好きです。ウッドストックもね、こちらも帽子をかぶったウッドストックが描かれております。
こちらもパッケージにいたウッドストックと同じポーズですね。カードを横から入れるのかなと思ったんですけど、開かなくてここではないみたいです。ここに大きめのポケットがあって、それから手前に1枚入れれるポケットがあるという感じです。並べてみると本当にめちゃくちゃ可愛いですよね。ちょっと雰囲気がやっぱキャメルとブラックで違うので、中開けた時の印象がガラッと全然違うので、シーンによって使い分けるのもグッドかと思います。これは開けた状態で置いときたいぐらい、中開けた時のテンションが本当に爆上がりでございます。皆さんは特に中のデザインどちらの方がお好みか、よかったらコメントで教えてください。お色味はキャメルの方が好きなんですけど、デザイン的に私はブラックの方が好きだなっていう感じがします。では実際にカードを入れていきたいと思います。先ほどのは横からではなく上から入れるみたいです。こんな感じで上から入れて、こっちはねこう透明なフィルムで中に何のカードが入っているか見えるので、本当に一押しのカードを入れるのにおすすめです。それから一番使うカードはここに1枚だけ手前に入れておけます。ここもね上の部分は見えるので何のカードかはすぐわかります。このちょっとだけ出てる感じがいいですよね。それからですね、大きいポケットの方は結構入りそうなんで、こんな風に中もすっぽり入ってしまって、何のカードが入ってるかはわからないんですけど、いっぱい入りそうです。ということで皆さんいかがでしたでしょうか。今回のカードケースも極小財布に続いて本当にコスパ良くて、高見えでめちゃめちゃ可愛いので、ぜひゲットしてみてください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ローソンのスヌーピーコラボのムック本が毎回クオリティが高すぎて、発売日にダッシュで買いに行ってます。ということで、この動画が良かったなと思ってくださった方はチャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしております。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バーイ。